どうも、山に住んでます。ちょっと曇ってきましたね。天気がいいとここすごく晴れて縁側暖かくて気持ちいいんですよ。まあ夏は地獄なんですけど、今の寒い12月とかはすごく日が暖かくてですね、気持ちいいんです。よくここに椅子を置いて暇な時は本を読んでますね。まあ暇といってもね、畑やったりとか、あとお風呂で使う炊き物ですね。あ、炊き物ってあれですよ、木ですね。知り合いの大工さんがよくその建築廃材を持ってきてくれるんですけど、それをチェーンソーで切ったりとか、まあ、結構やることが多いですね、古民家に住んでると。アパートに住んでると別にやることないと本当に何もないんですけど、まあちょっと患者さんを治療した後ですね、ちょっとほっと一息しながらコーヒー飲みながらここで本読むのが結構好きなんです。もうちょっと晴れてくれるといいんですけどね。ちょっとまた余計な話をね、前置きはどうでもいいですね。すいません、いつもなんか前置きが長くなっちゃって。で、今日はそうですね、僕がここですね、宮崎県の日南市に移住した理由の一つとして、その山本先生 の治療を受けたかった。その僕鍼灸師の資格持ってるんですけれども、その山本先生っていうのは医者の先生で、ちょっと変わった針をやられてるんですよ。頭に針を刺して、頭の治療点ですね、頭の治療点に針を刺して、それで病気の治療に当たるというちょっと変わったやり方です。それでその移住してその治療を受けたかったのと、ちょっと僕治してもらいたい症状があったんですよ。当時僕そのうつ病、軽いうつ病なのかな、患ってまして、一応その病院にも行って、その精神科の先生からちょっとお薬をもらって飲んでた時期もありました。ただやっぱり薬が、あまり私は合ってなかったのか、体質に合ってなかったんですかね。非常にこう当時は常にイライラしたりとか、ちょっとしたことでこうイライラして、こう怒りが爆発したりとか、あともうそうかと思ったらすごく落ち込んだりとか、まず夜は眠れなかったですね。それに非常に抑うつ的な気分からまたちょっとこう気持ちが上がったりとか、非常に苦しかったです。生きていくのが辛いというかね、そういう思いが結構辛く多くてで、近所の精神科の病院に行って、先生から診断してもらってお薬をもらうんですけれども、そうですね、辛い気持ちをこう酒でごまかすみたいな感じなのかな、ちょっと頭が非常にボケる感じが、なんかこう考えることができなくてぼわーっとして、それでこう辛さを紛らわすみたいな感じでしたね、私がその感じたのは。そして睡眠薬もいただいたんですけれども、次の日すっごく残るんですよ。もう残ってしまって、これ仕事にならんぞというぐらいでした。多分その非常に体質的に合ってなかったんだと思います。その後続けていけばよかったんですけれども、どうもですね、あまりこう行く気にもなれず、そのまま、薬もちょっと飲みたくなかったので、辛いのを我慢しつつ夜も眠れず、仕事をやってたんですけれども、それで当時その仕事にもちょっと行き詰まりを感じてまして、このままここにいていいのだろうかとか、確かにお給料はちょっと保証されてるんですけれども、生活ですね、生活は安定してましたが、
二度と帰ってこない自分の人生をこうやってこのまま使い続けてもいいのかなという、こう非常に焦燥感というんですかね、焦りというんですか、そういうのもありました。その将来的にやっぱり開業するに至って、その治療の勉強だったりとか技術向上もしたいんですけれども、なかなかやっぱり雇われてるとそうもいかなかったですね。それでその自分自身の勉強のため、自分自身の勉強とあと、まあ、自分の治療、体を治してもらいたいなと思って、あの山本先生の治療を受けるために日南市に移住してきました。で実際にこう1年近く、そうですね、週1回とか、最初はほぼ毎日ぐらいでしたね、行ってて、で非常に良くなりましたね。だいたい脳天とか A 点付近かな、その辺に針打っていただくことが多かったんですけれども、打ってもらうと、治療ですね、山本先生に針打ってもらうと非常に気分は良かったです。針打ってもらった後にその病院の待合室で30分ぐらいそのままゆっくりしてるんですけれども、30分経ったら針抜いてもらって帰るんですよ。僕そのまま針刺したまま帰りたいなって思うぐらいこう気持ちが穏やかでしたね。でもどうしてもやっぱりその一発で治るんではなくて、本当にこう徐々に良くなっていくっていう感じでした。やっぱり治療を受けててもすごく気持ちが落ち込んだりとか、そういう眠れない時とかってもありましたけれども、やっぱりずっと繰り返し受けてると良くなりました。今は非常に、まあやっぱり生活の環境もちょっと変わったのでそれもあると思いますけれども、僕はやっぱり山本先生の治療を受けててよかったなって思います。非常にこう気持ちが穏やかになることが多かったですね。前は本当ちょっとしたことでイライラしたりとか、まあ、腹立ったりとかこうかと思えばすぐ落ち込むことが多かったんですけど、治療を受けてからはそういうのだいぶ軽減しましたね。そういうちょっとしたことでこう心が動く、自分を許せるようなそういう余裕は持てるようになれたかなって思います。はい、ちょっと余計な話が多かったんですけれども、これがですね、山本先生の治療1年受けて見ての感想でした。実際受けて本当にここに移住してそれだけでもすごく良かったなって、その治療を受け入れたことが良かったなって思ってます。はい、以上です。またよろしくお願いします。さよなら。